ベルベル人の二木です。本日もオンラインストアに掲載する商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が、明日29日の21時にアップされる商品になります。お問い合わせは掲載後にオンラインストアにお願いいたします。詳しいことは概要欄に貼ってあるのでご確認お願いいたします。それでは本日も T シャツからご紹介いたします。こちらリバーシブルティーですね。タグが裾についていて、こちら70年代バータグですね。チャンピオンのミディアム表記です。 100% コットンのボディですね。 A 面が黒で3段オレンジのラバープリントで、 B 面はこういった感じでペイントが入ってますね。はい、詳細はオンラインストアをご確認ください。コンディションは良好かなと思います。ミディアム表記で僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が7800円と消費税です。続いてこちらですね、珍しいと思います。はい、同じく70年代バータグです。エクストララジで 100% コットンボディで、白に胸元に、染み込みのプリントが1段オールドイングリッシュで入ります。そしてモックネックのタイプですね。チンピオンっていわゆる呼ばれるものじゃないでしょうか。エクストララジで僕が、若干ゆったり着用できるサイズ感です。こちらで9800円と消費税です。続いてこちらですね、コレクターの方おすすめのアイテムです。ボディはこちらチャンピオンの70年代バータグですね。ミディアム表記です。そしてナイキの風車ロゴが胸元に入ります。刺繍でですね、カラフルな風車ロゴが入ります。でマルチパターンの配色になります。コンディションはかなり良好です。ミディアム表記ですね。僕がいい感じのサイズ感で着用できます。もちろん着用するのもおすすめですし、ナイキのコレクターの方、ぜひ39,800 円と消費税です。続いてこちらですね、はい、フルーツのツルタグのラージ表記ですね。 100% コットンのボディで、襟が2枚のものです。グレーとブラックの切り替えですね。はい、袖も切り替えが入ってます。黒のフェードした雰囲気、いい感じに仕上がってるんじゃないでしょうか。ラージ表記で僕が、ゆったり着用できます。こちらで、6800円と消費税です。続いてこちらの T シャツです。はい、ソニック・ザ・ヘッジホッグの T シャツですね。タグがオフィシャルのものがついて、2001年から5年と入ってますね。はい、ミディアム表記です。100% コットンのネイビーボディです。そして、映画のスカーフェイスのパロディのプリントですね。はい、しっかりこちらに、セガのコピーライトも入っております。フェードはしていますが、コンディションは良好だと思います。バックにもプリントが入ります。ミディアム表記ですが、年代が浅い分僕は若干ゆったり着用できます。スカーフェイスのパロディーものいろいろあると思うんですけれども、ソニック面白いプリントだと思います。9800円と消費税です。続いてデッドストックのこちら T シャツですね。はい、プロスターズのタグがついて、表記はラージですね。ラージ表記です。そしてアルカトラズですね。アルカトラズヘルスクラブ、刑務所の T シャツにはなるんですけれども、なかなか出てこないアイテムだと思います。デッドストックなのでコンディションは言うことないと思います。ラージ表記で僕が若干ゆったり着用できます。9800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、アディダスの銀タグです。チャイナ製ですね。で、サイズ表記は薄くなってしまってますね。ちょっと読み取れなくはなってしまってます。そしてコットンジッポリも入ってますねの、パターンでプルオーバーですね。オリンピックの際のものかなと思われます。はい、バックにも、しっかり入ってます。こちら表記はございませんが、エクストララージアップはありそうです。僕がゆったり着用できます。お値段が、12,800 円と消費税です。続いてこちらボーダーティーですね。ラルフローレンのタグがついて、こちらミディアム表記ですね。香港製、人気どころだと思います。 100% コットンで、ピンクと黒の、太いボーダーになります。薄地の T シャツですね。 T シャツです。で、ミディアム表記、僕が若干ゆったり着用できます。お値段が、6800円と消費税です。続いてこちらネルを1点ご紹介いたします。ラルフローレンのラージ表記ですね。はい、そして、スカイブルーの色味と、朱色と白のチェックが入ります。グレーも入ってますね。配色かなりいいんじゃないでしょうか。若干ネルのやれてる感じがまた古着らしくていい雰囲気だと思います。ラージ表記で僕がゆったり着用できます。お値段が6800円と消費税です。
続いてこちらスウェットですね、はい、こちらはポロスポーツのタグがつきます。エクストララージ表記ですね。しっかり USSA 100% コットンです、そしてオートミールの色味に前V のガゼットがはめ込みで入ります。はい、そしてラグランスリーブでポケ付きですね。ジップのついてるポケ付きです。コンディションはかなりいい方かなと思います。エクストララージで僕がゆったりと着用できます。こちらで、6800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、モンゴメリーワードのタグですね。サイズはこちら、2XL ですかね。そしてアクリルとコットンのコンボのものとなっております。しっかり USA 製ですね。霜降りグレーでラグランスリーブ、デッドストックの個体となります。はい、保管時の焼けがシミですかね、若干バックにはございますが、そこまで気にならない程度かなと思います。こちらで、表記が、2XL ですね。僕がかなりダボっと着用できます。80年代頃だと思います。7800円と消費税です。続いてこちらヴィンテージのスウェットですね。70年代ラッセルの金タグです。エクストララージの表記ですね、はい、87% コットンと、ポリの混紡のものとなります。はい、ラグランスリーブで厚手ですね。まだ、肉厚なボディです。ネイビーボディですね。エクストララージで、70年代なので僕が、ジャストウェアで着用できます。7800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、タグは薄くはなっているんですけれども、チャンピオンのトリコタグですね。ラージ表記となっております。はい、そして、ラグランスリーブグレーの霜降りボディにこちらはアバクロンビアンドフィッチアバクロのプリントが入ります。はい、チャンピオンボディでアバクロいいところじゃないでしょうか。コンディションは良好ですね。ラージ表記で僕が、ジャストぐらいですで着用できます。7800円と消費税です。で続いてこちらですね、はい、こちらのタグです、ライトニングボルトと入ってますね、ラージ表記しっかり USA 製です。白ボディに、フロントにプリントがこちらはラバーで入ります。アメフトのプリントですかね、バックは無地です。白ボディですがそこまで目立つ汚れは見受けられないですね。ラージ表記で僕がゆったりと着用できます。7800円と消費税です。続きましてこちらも、T シャツずっとよく見るんですけれども、スウェットなかなかないんじゃないでしょうか。こちら、フルーツのミディアム表記ですね。コットンとポリの混紡のものです。そして、ネイビーボディですね。ネイビーボディにツインピークスのラバープリントが入ります。しっかり、80年のコピーライトも入ってますね。若干焼けてる部分はありますが、裏地もふかふかしていてコンディショントータルで見るといい方じゃないでしょうか。ミディアム表記で僕が、若干ゆったり着用できます。12,800 円と消費税です。で続いてこちらは、黒の無地のスウェットですね、はい、人気どころです。ラッセルのエクストララージ表記ですね。前 V のガゼットがついて、シンプルな完全無地の黒ボディです。ラッセルやはり着用した時のボックスのシルエットが一番、ブランドの中で綺麗なんじゃないかなと個人的に思います。エクストラージでゆったり着用できます。7800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、ラルフローレンのフルジップパーカーです。エクストララージですね、ポリとコットンの混紡のもので、裏地フードだけサーマルがついているタイプになります。若干小穴が見受けられますね。ですが紐もオリジナルで完品で、トータルで見るとコンディションは良好だと思います。エクストララージなので僕がゆったりダボっと着用できます。ラルフのフルジップ、使い勝手としては抜群のアイテムです。7800円と消費税です。続いてこちらですね、人気どころ IB リーグですね、はい、トリコタグの 2XL 大きめボディ嬉しいところだと思います。アクリルとコットンの混紡の、そしてカレッジカラークリムゾンですね。ラバープリントと交渉が入ります。これはすぐ売れるところなんじゃないでしょうか。若干の使用感ございますが、2XL ということで僕はゆったり着用できます。お値段が 12,800 円と消費税です。続いてリバースウィーブをご紹介いたします。最初こちらは
ダートマスグリーンのボディですね。刺繍タグラージ表記です。そして無地の目付きのタイプですね。若干焼けてる感じはありますが、このグリーンが焼けてる感じも古着らしくていいんじゃないでしょうか。ラージ表記なので僕がゆったりと着用できます。9800円と消費税です。続いてこちら、激レアカラーです。はい、刺繍タグの 2XL 表記ですね。90年代です。そしてブラウンの無地ですね。目付きのタイプです。若干、ポツポツと、はい、ダメージがございますが、ピンホールですね。トータルで見るとコンディションは良好だと思います。はい、黒は珍しい、黒は出ないって言いますけど、実際、ヴィンテージセットでもそうなんですけど、ブラウンは本当に珍しいです。 2XL なので僕がゆったり着用できます。かなりおすすめのリバースイングです。25,800 円と消費税です。で続いてこちらはプリントのタイプですね。同じく刺繍タグエクストララージ表記です。グレーボディに2段、はい、ワシントンのプリントが入ります。ネイビーのプリントですね。そしてコンディションは良好ですね。エクストララージで僕がゆったりと着用できます。15,800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、エンジタンですね。エンジの単色タグ、ラージ表記となっております。70年代です。そしてグレーボディに4段プリントが入ります。プリントのアーチのきつい角度だとか、パターン配置もかなりいいと思います。そしてコンディションはかなり良好ですね。若干のスレ程度です。ラージ表記で僕がゆったりと着用できます。こちらで 49,800円と消費税です。続いてニット類をご紹介いたします。こちらはラルフローレンの XL 表記ですね。そしてこちらはコットンボディでショールカラーでボタンが掛けボタンがつくっていう珍しいタイプです。ラルフローレンらしいディティールですね。肩と身頃で折りも違ってます。エクストララージで僕がダボッとゆったり着用できます。こちらで7800円と消費税です。で続いてもこちらラルフローレンですね、はい、タグは表記は、ラージ表記ですね。そしてネイビーボディで、折りが入るパターンです。ですがこちらかなり肉厚、厚手のものになってます。これも珍しいですね。ラージ表記で僕が、ゆったりと着用できます。こちらで7800円と消費税です。続いてもコットンニットですね。こちらのタグがついて、ミディアム表記です。 100% コットンの、マルチカラーのボーダーのものになります。洒落てるアイテムですね。コンディションはかなり良好です。ミディアム表記で僕が若干ゆったり着用できます。こちらで6800円と消費税です。続いてこちら冬の定番ですね、フィッシャーマンセーターです。タグは LLB のものになってますね。表記はメンズのエクストララージです。そして定番カラーです。もう白で折りが入るタイプ、はい、冬に一番使い勝手のアイテムじゃないでしょうか。エクストララージなので僕がかなりダボッと着用できます。女性の方がワンピースっぽく着ても洒落てると思います。7800円と消費税です。で続いてこちらですね、はい、こちらのタグがついてラージ表記ですね。ピュアニュー、100% ウールのものですね。そして、薄いブラウンの、チャコールに近いブラウンですねの配色になります。コンディションはこちらもかなり良好です。ラージ表記で僕がダボッとゆったり着用できます。お値段が7800円と消費税です。で続いてこちらカーディガンですね、はい、こちらのタグがついて、サイズ表記自体は見受けられないですね。ネームタグも入ってます。そして 100% バージンウールのネイビーボディです。ワッペンが、はい、こちらにつくっていうのと、その他はワッペン等はつかないですね。ワンポイントで大きめ、インパクトあっていいんじゃないでしょうか。こちらも僕が若干ゆったり着用できるサイズ感です。こちらで9800円と消費税です。続いてこちらヴィンテージのセーターですね、はい、ウールのセーターです。こちらのタグがついてサイズ表記は見受けられません。
黒ボディでボタンもすべてオリジナルですね。はい、オリジナルで完品です。若干毛羽立ちが、ポツポツと見受けられますが、古い年代のものにしては、良好なコンディションだと思います。こちらは僕が、若干ゆったり着用できるサイズ感です。19,800円と消費税です。続いてもこちら、ヴィンテージのカウチンですね。40年代頃かなと思います。タグはこちらは見受けられませんでした。ジッパーはこちらのものが採用されております。そして、グレーボディに折りが入るタイプですね。モチーフ柄が入ってます。はい、ちょっとインディアンモチーフな柄ですね。で僕が、ゆったりと大きめで着用できます。お値段が39,800円と消費税です。続いてこちらフリースのかなり大きめのジャケットですね。こちらのタグがついてしっかり USA 製です。サイズ表記は見受けられませんでした。裏地が赤のサテンで、ネイティブ柄のモチーフですね。かなりインパクトのあるアイテムだと思います。はい、コンディション自体はかなり良好ですね。フリースもふかふかしてます。こちらは僕が着るとかなりダボっとゆったり着用できます。お値段が12,800円と消費税です。続いてシューズを1点ご紹介いたします。ブランドがこちらは、ブルックスブラザーズですね。しっかり印字も読み取れるかなと思います。そしてサイズ表記はこちら、9の DYs ですね。黒の、レザー、タッセルローファーになります。上品でイケてるアイテムなんじゃないでしょうか。こちらソールのすり減りこそございますが、まだまだ着用いただけるコンディションです。こちらで9,800円と消費税です。続いて、バッグを1点ご紹介いたします。こちらはオールドコーチの、ハンドバッグですね。しっかりコーチの刻印も読み取れます。はい、使用感はございますが、まだまだ、綺麗な方なんじゃないでしょうか。はい、僕が持ってみるとこれくらいのサイズ感になります。こちらで、7,800円と消費税です。続いてこちらですね。はい、ヴィンテージのグラニー編みの、グラニー編みのこちら、ブランケットですね。かなり大きめのものとなります。パープルの、配色のものですね。かなり大きめなので、詳細はウェブストアをご参照ください。こちらで7,800円と消費税です。続いても同じくブランケットですね。こちらはこういった感じの、ブルー系の配色になります。はい、こちらも、ウェブストアをご参照ください。大きめサイズです。7,800円と消費税です。で続いてジャケット類をご紹介いたします。こちら、ラルフローレンの、いいですね、三角タグです。印字を見取れませんが USA 製だと思います。こちらは、ラージ表記ですね。ちょっと消えかかってはいますが、そして、シャンブレーのスイングトップになります。コンディションはこちらもかなり良好だと思います。ラージ表記なので僕が、ゆったりと着用できるサイズ感です。7,800円と消費税です。続いてこちらですね。コットンのフルスナップのパーカーですね。MRC のタグがついて、こちらサイズ表記は、ミディアム表記ですね。紙タグまだパリッとしていて、かなりいいコンディションです。そしてオールオーバーでプリントが入るタイプですね。はい、白ベースのボディですが、シミ等は見受けられないです。こちらが、ミディアム表記ですが、僕は、若干ゆったりと着用できるサイズ感になります。こちらで9,800円と消費税です。続いてこちらですね。ダウンジャケットになるんですが、襟付きのタイプです。そしていいブランドですね。ジェリーのタグが付きます。サイズ表記はこちらに記載があったと思うんですが、消えてしまってますね。そして赤、朱色に近いボディで、フルスナップのタイプですね。そして、胸ポケットが2つ付きます。コンディションはかなり良好です。でこちらサイズ表記は読み取れないんですけれども、エクストララージ相当あると思います。僕がゆったりと着用できるサイズ感です。こちらで19,800円と消費税です。続いてこちらマウンテンパーカーですね。タグはランズエンドのタグがつきます。サイズ表記はミディアムですね。裏地が、ネルのコットンですねのチェックのパターンで、
定番のカラーですね、若干シミが見受けられますがダメージ等は見受けられないです。はい、でこちらはミディアム表記ですね。僕が若干ゆったりと着用できるサイズ感です。6800円と消費税です。続いてこちらダックのカバーオールです。こちらのタグがついてサイズ表記は見受けられませんね。はい、そして気なりに近いブラウンのかなりフェードしたブラウンですね。ボディに、コーデュロイの切り返しになります。コンディションは、古着らしく仕上がってていい感じじゃないでしょうか。サイズ表記ございませんが僕がゆったりと着用できます。42アップはあると思います。こちらで 12,800 円と消費税です。続いてこちらデニムジャケットですね。タグがこちらです。ウールリッチのタグがつきます。サイズ表記はこちらも見受けられませんでした。そしてライナーがついているタイプですね。はい、デニム地でレザーの切り替えが入ります。コンディションはかなり良好です。サイズ表記は見受けられませんが、こちらも大きめですね。僕がかなりダボっと着用できるサイズ感です。こちらで7800円と消費税です。続いてこちらリーバイスですね。はい、70505です。しっかりインジも読み取れます。サイズ表記が38ですね。若干使用感がある個体にはなります。いい雰囲気に仕上がってるんじゃないでしょうか。しっかりビッグイの赤タブも残ってますね。全体的にちょこっとしたすれがある程度で、はい、着用に問題になるダメージは見受けられないです。38表記で僕がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらでお値段 29,800 円と消費税です。続いてこちらミリタリーアイテムですね。はい、アーミーエアフォース40年代ですねの C1 ベストです。フライトのパイロットが着用するためのベストですね。こちらにしっかりタグも残ってます。タイプ C1 と入ってますね。そしてコンディションはかなり良好です。若干の錆汚れぐらいですかね。エアフォースマークがしっかり読み取れるっていうのもいいポイントじゃないでしょうか。はい、こちら僕がいい感じのサイズ感で着用できます。お値段が 25,800 円と消費税です。続いてもフライト系です。こちら MA1 ですね。最近街で着てる方多くなってきたイメージです。こちらサイズ表記がスモールですね。そして8279B と入ってます。60年会計のものです。そしてカスタムが施されているものですね。ワッペンが剥がされてテープが入ってます。そしてバックにもクロスのテーピングが入ります。かなりイケてるアイテムなんじゃないでしょうか。しっかり古い年代で当時のカスタムもの、すごくかっこいいアイテムだと思います。スモール表記で僕がいい感じのサイズ感で着用できます。こちらでお値段が、49,800 円と消費税です。続いてもこちら珍しいアイテムです。40年代のスノアのラックパーカーですね。はい、アメリカ軍の山岳部隊が、着用してたモデルになります。コンディション古いものですがかなり良好です。フードのファーも全く抜けてないですね。はい、まだかなりふかふかしているコンディションです。そして雪が降った時とかにですね、リバーシブルで着用できるように裏地は白のものとなってます。きなりカラーですね。でサイズ表記は、ないんですけれども、僕がかなりゆったりと着用できるサイズ感です。LLB のラブラドールパーカーの元ネタになったアイテムでもあるんで、かなり、珍しいアイテムです。おすすめです。 39,800 円と消費税です。続いてスペシャルヴィンテージですね。こちら、US ネイビーの P コートになります。こちらにネームタグが入ってますね。はい、当時の方のものだと思います。そしてかなり高密度で、織られた、P コート、ウールの素材になるんですけれども、そして、13スターのアンカーボタンが採用されてます。はい、そしてポケットとハンドウォーマーポケットの裏地はこちらまだコーデュロイになる前のウールのものですね。20年代頃だと思います。かなりスペシャルな US ネイビーのピーコートです。
タイトな作りなので、こちらが、僕はいい感じのサイズ感で着用できます。インチで言うと40ぐらいかなと思います。スペシャルアイテムですね。19万8000円と消費税です。続きましてパンツ類のご紹介です。こちら US アーミーの、ベイカーパンツですね。こちらタグしっかり残っていて、サイズ表記はウエスト36、レングスが31インチです。はい、ベイカーらしいいい雰囲気だと思います。若干やれてる感じがミリタリーらしくていいんじゃないでしょうか。実寸サイズでこちらウエストが34インチ、レングスが29インチです。サイズバランスも需要の高いところですね。7800円と消費税です。続いてこちら、かなりレアなアイテムなんじゃないでしょうか。ラングラーの、こちらヘリンボーンとはちょっと違うんですけれども、杉綾織の、珍しい織ですね。ツイルの一種だとは思います。そしてジッパーはこちらのものが採用されています。そして、トップボタンもいいですね。古いものが採用されています。そしてしっかりパッチも、レジスターが入っているものですね。パッチもしっかり残ってます。でタグはこちらですね。はい、ブルーベル、斜めベルの60年代頃ですかね。ウエストが28インチ、レングスが32インチとなります。こちら細身ではありますが、女性の方もちろん、細めの男性の方レアアイテムおすすめです。実寸でウエスト27インチ、レングスが30インチです。15,800円と消費税です。ウエスト細めの分かなりお安めだと思います。で続いてこちらリーバイスの、カツラギパンツですね。はい、きなりのカラーです。こちらはグリッパーですね。セミオートのグリッパーが採用されています。そして、こちら、タグ等は欠損してしまっているんですが、しっかり白のビッグイタブ残ってます。はい、こちらも実寸サイズでウエストが細めのものとなります。ウエスト27インチ、レングスが29インチです。お値段が 12,800円と消費税です。で続いてこちらですね、 USA 製のこちら501です。ボタンフライですね。しっかりパッチも残っていて表記も読み取れます。ウエスト34インチ、レングスが32インチですね。そして赤タグ、こちらはレジスターマークのみのものとなっております。90年代らしい、いい意味でのっぺりとした色落ちに仕上がっていると思います。ウエスト33インチ、レングスが、31インチです。こちらで 12,800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、こちらはジッパータイプの505ですね。はい、そしてこちらもパッチしっかり読み取れます。ウエスト36インチ、レングスが32インチです。そしてオレンジタブの個体ですね。こちらも浅い年代ではありますが、若干ヒゲも出ていていい雰囲気だと思います。ウエスト実寸35インチ、レングスが31インチです。12,800円と消費税です。続いてこちらヴィンテージのデニムですね。はい、こちらジッパーフライ42タロンですね。505です。こちらパッチは欠損してしまっているんですが、こちらレジスターマークのみの、バックポケット裏はシングルステッチですね。そしてトップボタン裏は、こちらちょっと読み取りにくくなっているんですが、5番の刻印が入っております。そして、赤タブがレジスターマークのみなので、はい、こちらがチェーンステッチですね。とシングルステッチなので、66前期と同じ年代だと思います。耳はつかない個体ですね。ウエスト実寸で29インチ、レングスが31インチです。66らしいいい縦落ち出てると思います。29,800円と消費税です。続いてこちらですね、はい、こちらはボタンフライの、はい、501です。そして、パッチもしっかり残ってますね。ウエストがこちらは、28インチですかね。でレングスが30何かとちょっと消えてしまっているんですが、そして赤タブしっかりビッグイのものが残ってます。もちろんバックポケット裏はシングルステッチですね。そして、トップボタン裏は8番の刻印です。
レングスはこちらはオリジナルですね。もちろん耳がついている個体になります。はい。そして実寸サイズですね。実寸でウエストが28インチ、レングスが31インチ、こちらも細身の個体となります。3万9800円と消費税です。続いてもこちらかなりいい色ですね。深みのある色です。こちらは、ジッパーフライです。ジッパーですね。42タロンが採用されてます。そして、505ですね。パッチは若干こう割れてしまってるんですが、ウエストが40インチとだけ読み取れますね。そしてこちらビッグイの肩部しっかり残ってます。バックポケット裏はチェーンステッチですね。もちろん、レングスはこちらは、オリジナルのレングスだと思います。はい。ウエストかなり太めのものとなります。505ビッグイですね。ウエストが40インチ、レングスが31インチとなります。もちろんデカバキもありですし、ジャストの方はかなりいい色味のものなのでおすすめです。6万9800円と消費税です。続いてこちらですね。かなりいい雰囲気に仕上がってるんじゃないでしょうか。こちらは、ボタンフライですね。そして、隠しリベットのつくこちら WX です。スレーキ裏のリベットはカッパーですね。そしてこちらちょっと見えにくいとは思うんですけれども、足長 R が採用されております。そしてパッチは欠損してしまっているのと、オフセットの、ベルトループですね。ギャラ入りの年代で間違いないと思います。赤タブも擦れてはいますがしっかり残ってますね。ポケットだったりとか全体的にリペアが施されているものとなります。はい。濃淡がしっかり出ている色落ちっていうのがいいですね。ウエスト実寸で32インチ、レングスが32インチですね。雰囲気系でお探しの方かなり刺さるタブレックスだと思います。15万8000円と消費税です。本日の商品紹介は以上となります。まだまだ店頭にいい商品残っておりますので、ぜひ店頭でもお待ちしております。よろしくお願いいたします。